今できることをしよう。支笏湖クリーンアッププロジェクト。おはようございます。はい、じゃあ今日のクリーンアッププロジェクト、今日は、地元支笏湖の お二人、はい、正式名称は何でしたっけ。支笏湖中央ボートさんです、ボートレンタルとかカヌー出したりとかしてる方は2人今日協力いただきます。で、今日は温泉街からスタートしてモラップ方面に進んでいきますので頑張っていきたいと思います。はい、旧川村支笏湖に向かう道です。普段あんまり歩かないとこなのかもしれないですけども、結構ねやっぱりゴミはいろいろとありますんで。取れた。取れました。本当？旧川村の周りもゴミ拾いしましたっていう報告だけ。ありがとうございます。ごめんなさい。山菜と思って。違いますよ。今ね、太一、はい、説明をしてください。太一。ごめんね。ゴミ拾いの説明をしてください。ゴミ拾い。支笏湖クリーンアッププロジェクトで。ありがとう。資金集めもしてますっていうのが説明。小物よりも大物です。これは北側の方にはあんまりなかった。不法投棄系とあとは看板類かな。だから実は半分片足。はい、支笏湖国立公園の入り口の大きな看板の下はタバコの山です。全部拾います。何それ。おもしかな。うん、おもし。おもし持てる。持てない。ちょっと待って。はい、ポイ捨てストップ。タバコ前石です。なんかこれを書いて意味があるんだろうか。こっちもで、こうやって書いてるところほど捨てられてるように私には見えますね。はい、本日の作業終了で、本日は支笏湖温泉街からモラップのちょっと手前までの2キロから3キロぐらいの距離だと思います。で、南側に比べてだいぶゴミが変わりました。まあ相変わらず缶とペットボトルが多いんですけど、何でしょう、看板、タイヤ、椅子、キャンプ椅子、事務用品の箱、もうもろもろって感じですね。トータルの量もとても多いと思います。何十キロ、何十キロだろう、何十キロだろう。何十キロだろう。どれぐらいかな。いや、20じゃ済まないわ。済まないね。40、50とか、まあ、タイヤが重いんで、こんな感じかなと思います。白ボート三浦さん、いかがでしたか。まずは取ってください。ポイ捨てはやめましょう。というような感じで、ちょっと地元の人も、交えたり、千歳市内の人を交えながら、いろんな人と活動できたらいいなと思っています。本日は以上です。支笏ガイドハウスカノアでは、支笏湖クリーンアッププロジェクトとして湖周辺の大清掃を行っています。クラウドファンディングにて資金集めをしておりますので、ご協力お願いいたします。